岸信和は日本の実業家である。元内閣総理大臣秘書官。元西部石油会長。1921年、当時の商務省の官僚だった、岸信介の長男として生まれる。3歳の頃に小児麻痺を患う。京都帝国大学在学中は全学連の委員長を務めた。卒業後の1948年に宇部高山に入社する。父 新助が総理大臣を務めていた一時期に内閣総理大臣秘書官を務め、新助の総理辞任後は西部石油に入社し、後に会長に就任した。2017年10月7日に死去していたことが、週刊新潮2017年11月30日号にて明らかにされた。95歳を打つ、田辺譲中子、イコールイコール、岸忍、岸信正。 良子、離婚。岸洋造、岸信一佐藤秀介岸信介、陽子。安倍晋三。安倍博士、安倍晋太郎、安倍博信。ありがとうございます。